ほど入院していました、入院した理由は、コンクリートの上で鬼ごっこをしていてこけて肝臓を傷つけたからです。入院してての感想は、すごく暇だったのでずっとゴロゴロしていました。無事今日は無事に退院できたのでお祝いにこんなものをもらいました。それがこちら、こちらとこちらです。こちらは何だかというと、なんとなんとなんとスイッチです。イエーイ。スイッチが取ってもらいました。こちらはケースですね。まずはケースから紹介していきます。こちらのケースはスプラトゥーンのケースです。開けてみます。シートとお掃除のシートです。これはお家の人にやってもらってください。これはよく見るといろんなイカとかが書いてあります。こっちにもそうです。でっかいイカが書いてあります。ケースはこんな感じです。次、本体開けていきたいと思います。これ待ってたんですよ。なんとね、買ってもらえるとは思ってませんでした。開けてみます。セットとケーブルコードです。以上が入ってます。そしてこちらのこのスプラトゥーン2の限定の箱を買うとステッカーが3枚ついています。すべてかわいいです。ではこちらのこういう袋に入っているものを開けていきたいと思います。まずコードを開けません。コードはこんな感じです。これがケーブルとコードが2つ同じやつが入ってて、さあこちらを開けます。こちらは本体を立てるスタンドです。あ、そう、本体を立てるドックです。なんとここがパカッと開きます。なんでか開くのか分かりません。それとじゃあスイッチ、なんだっけ、スイッチのジョイコンはこんな感じです。スプラトゥーンセットだとこのピンクと黄色になります。本体です。すごい、そして、てってれー、すげえ、スイッチだ、すごいです。
な感じで刺します。あとはこちらストラップです。とカセット、こんなカセットです。こんな感じでセットするだけでこうやって遊べます。こんな感じです。このこうなっている時に取り方を説明します。普通だとこのまんまでは止めません。取るためにはこちらのここにあるマイナスのボタンみたいなところをピュッと押すと、ボタンをピュッと押すとシュッと抜けます。でもここを押すだけでは抜けないので、後ろにあるこの黒いボタンを押してシュッと抜いてください。こっちはプラスというプラスみたいなボタンがあるので、それと後ろにあるこのボタンを押してシュッと取ります。つけるときも同じようにここと押してカチッとつけてください。カチッと言います。はい、こんな感じです。今日は入院をしていたご報告とお祝いにスイッチをもらった話をしました。これからもスイッチをいっぱい使って遊びたいです。バイバイ、また見てね。チャンネル登録よろしく。みんなも怪我には注意してください。